全国で被害が相次ぐ SNS 上での投資詐欺。県内でも1000万円以上の被害が昨日、今日と相次いで発覚しています。被害に遭ったのは長浜市に住む71歳の女性と大津市に住む65歳の男性です。警察によりますと、長浜市の71歳の女性は今年1月、SNS 上で有名経済アナリストをかたった投資講座の広告を見つけアクセスしたところ、そのアナリストやアシスタントを名乗る人物と通信アプリ LINE を通じてやり取りするようになり、金は株と違って損はしない、私が教えますなどと投資話を持ちかけられました。女性が指定された口座に入金すると、サイト上では利益が出ており、その後ももっと振り込めば VIP 会員になり、上限なしで出金できますなどと言われたということです。女性はこれを信じ、先月10日までのおよそ3ヶ月の間に14回にわたって入金し、合わせておよそ1630万円を騙し取られました。また大津市の65歳の男性も SNS 上での暗号資産の投資アドバイスの広告にアクセスし、投資話を持ちかけられ、去年10月から今月10日までの間に10回にわたって入金し、合わせておよそ1840万円を騙し取られたということです。警察では SNS などを通じて投資による儲け話を持ちかけ入金を指示するものや、サイト上での利益は詐欺とみて必ず警察に相談するよう注意を呼びかけています。電車内で事件が起きた際の対応の連携を高めるため、今日、京阪電鉄と警察、消防が無差別殺傷事件を想定した合同訓練に臨みました。京阪坂本比叡山口駅で行われた訓練には、駅の職員や消防、警察、およそ50人が参加しました。訓練は走行中の電車内で不審な男が化学薬品入りの液体を撒き散らし、刃物を振りかざして負傷者が多数出ているとの想定で行われました。刃物を振りかざし乗客を切りつけるなど危害を加える男に対し、報告を受けた駅の職員が防護盾を使いながら制止させようとします。もう道ずれや言うてんねん、どけて、動くな、どけよ、動くな。通報を受けた警察官が現場に駆けつけ、暴れる男を制圧しました。そして警察や消防が連携し、複数人の負傷者を救護し搬送。また薬品の成分を調べるため、液体を採取する手順などの確認も行われました。実際に刃物を持った犯人と対峙したときに、相手も怪我させず、自分も怪我をせずに制圧し検挙するということの難しさを改めて認識させていただきました。今日起こる可能性もあると思っておりますので、お客様と従業員の身の安全を守るというところを第一に、でかつ、いかに連携するか、警察の方、消防の方に連携するかというところを一番のポイントと捉えて、係員に伝えていきたいなというふうに思っております。近畿などの自治体で作る関西広域連合の知事らが、昨日、大阪・関西万博の工事現場を視察しました。大阪市の人工島、夢洲で来年開かれる大阪・関西万博。昨日の視察には、関西広域連合の連合長でもある滋賀県の三日月知事や、大阪府の吉村知事、三重県の一見知事らが参加し、木造の巨大な屋根、リングの上から見える会場の前景や、関西広域連合が共同出展する関西パビリオンの工事現場などを視察しました。関西パビリオンには9つの府県が出展し、滋賀県のテーマはマザーレイク、琵琶湖とともに脈々と。滋賀県ブースは2部構成で、入り口のプレショーでは万博会場の大阪から淀川水系を遡り、琵琶湖までの様子を CG も交えながら表現。
メインショーでは季節や時間により様々な姿を見せる琵琶湖や水のつながりを軸とした持続可能な滋賀特有の暮らしを映像で見せるということです。工事現場の視察を終えた知事らは、ここで関西の良さを知った人が関西に行ってみたいなと思ってもらえれば、万博後もさらに広がるかな、万博中後も広がるかなと思います。だいぶ整いつつあるなということを実感いたしましたので、こちらも楽しみにしたいなと思いました。まあ、こういったことごとを皆様方に知っていただくことでワクワクしたり、行きたいなと、行ってどんなことしようかなとこういうことを楽しみに持ってもらえることで機運醸成、努めてまいりたいと思います。大洲市は新たな感染症が急拡大した際に即戦力として保健所の業務を支え対応する支援隊を発足させました。今日発足した大洲市感染症業務支援隊、大洲市では新型コロナの感染拡大時、延べ300人の職員が市民からの電話相談や保健所が行う PCR 検査の検体採取補助など事務業務に当たりました。支援隊はコロナ禍にそうした業務を経験した職員ら30人で構成されています。普段はそれぞれ通常の業務を行い、今後新たな感染症が発生した際や急拡大の恐れがあるときなどは保健所が行う感染症対応業務の即戦力として支援に当たります。今回の支援隊のメンバーはそのコロナ禍で実際に自分たちがこの保健所の逼迫時に従事した職員でありますので、まあ、そういった経験をしっかりと周りの職員にまた伝えていただく、まあ、この役割も平時においてはしっかりと担っていただきたいと思っています。大洲市によりますと、こうした支援隊の発足は県内では初めてだということです。